福島第一原発の事故による避難指示区域が南相馬市で今日から解除され、同時に住民が長期間戻れない帰還困難区域が初めて設定されました。南相馬市の小田区です。今もめちゃめちゃになった車や家が手つかずのまま残っています。南相馬市の警戒区域と計画的避難区域は、 年間の被爆線量に応じて避難指示解除準備と居住制限、帰還困難の三つの区域に再編されました。警戒区域の解除は川内村と田村市に次ぐ三例目ですが、帰還困難区域の設定は初めてで、市内で一世帯だけが指定されました。区域設定になる直前になって言われたでしょう。あ、ちったご戻れるって、まあワクワクしちゃうんですよね。 区域の見直しで立ち入りが自由になる地域では空き巣など治安の悪化が心配されることから警察はパトロール体制を強化しています。